ネルシーニョ監督は何でも入院して3キロ痩せたというそういう話をしていました。さあ両チームの選手たちがピッチに登場してきました。さあゲームがスタートをします。キックオフの笛が吹かれました。アウェーの柏のボールでスタートです。この辺りは外させて取るのがフリーでというところになりますか。サインプレーできました。北爪ダイレクトディフェントしてゴールイン、オウンゴールだ。サインプレーが功を奏しました。相手のオウンゴールを誘った柏レイソル、アウェーの柏が先制です。はい、完全にねこのセカンドライン空いてましたから、うまくね足にボールをこうね捉えることだけに集中したんで、ちょっと枠には飛びませんでしたけど、結果的にねリオシルバの手ですかね、手に当たって、まあ柏サイドにしてみるといい感じでボールがね変化してゴールに吸い込まれていきましたけどね、落とさせるっていう狙いはあると思いますね。ボールがクリスチャーノ動き出している。そのクリスチャーノ前に持ち出して、ここからシュートだ。ナイスキーパー、オルンガとクリスティアーノでシュートまで行きました。ただここは大きいセーブをしています。合わせてと言いましょうか、相手を消すためにっていうところが一つネルシーニョさんですね。いやもうその通りだと思いますね。さあこのカウンターからオルンガ持ち出してのシュートだー、流れていきます。まだあるクリスティアーノが浮かして、オルンガヘッド叩きつけますが、ここは枠の左、またカウンターから得点かという柏レイソルでしたが耐えました。ここなら1対1でしたけど、シュートコース作ってね、もう簡単に振り抜きましたけど、キャッチできないですからね、速くてね、折りがね。サポートに三原がいっている。その三原を使う。左には江坂も上がっている。オルンガシュートだ。ディフレクトしてゴールキーパー触ってコーナーキック。セカンド拾ったミサオ、素晴らしいシュートブロックですね。でしたね。山本が運んでいきながらレオシルバからもこのボール面白いよ。ナイスキーパー、ファラーノもいった。ゴール、1つ目止めましたけれども、ファラーノそれを弾いてゴールの中にボールが吸い込まれました。鹿島アントラーズ同点に追いついています。そうですね、オフサイドはないですね。現在は3試合連続スタメンです。クリスティアーノからのボール、オルンガがいる。オルンガ飛ばして、ここに仲間からマイナスボール、江坂だ。おっと枠を叩いた。ボールキックです。ジムスンゲからのハイボール、ここは江坂がすらしてオルンガへ。オルンガが行く。オルンガ中、江坂、そしてクリスティアーノが追い越していく。オルンガまだ行く、自分で行ってシュートだ。一人で完結、オルンが決めました。いやもう何度も見たシーンですね。ここのまずね、ミサオの前でボールを触って入れ替わったところですね。もうペナルティーエリアの中ですから、犬飼もなかなか強くいけないですからね。本当にこういうところの鼻先で入れ替わるシーンっていうのは今シーズン何度も見てますけど、その後しっかりと相手をこうねうまくかわしながらシュートコース見つけて振り抜いて決めきる力を持ってるっていうのはやっぱりオルンガの。鹿島今2人準備しています。伊藤勝負でトラップ、そして土井が浮かしてファーサイド、山本が入っている。ヘッドの落とし、そして遠藤のボレー、枠の右でした。ここは大南が対応しました。そして大南から前線のオルンガへ。オルンガの落としで江坂空いている。クリスティアーノへ、逆サイドオルンガも空いている。江坂もいる。クリスティアーノどういう選択だ。シュートだ、決まった。突き刺しました。またカウンター炸裂、強烈なカウンターですね。長いボール、オルンガが頭で、江坂ですよ、これね。もうオルンガに入った瞬間にですね、江坂とクリスチャーノがもう反応してますし、まあ、一番ね自信のあるところにボールを置いてですね、まあ、中もちらっと見ましたけど、まあ、見事なコースにボール飛んでますね。ボールが速いですからね。そうですね。土井に入った。エベラウドが左にいる。そちらを使っていく。ファーに伊藤翔と遠藤。エベラウドから中へ。伊藤翔は届かない。シュートは枠の右でした。今キム・スンギュ手引きましたね。そうですね。神谷、そして三原から。神谷へ、中オルンガ、逆サイド北爪も走っている。神谷シュートが巻いていく。試合を決定づけるゴール、途中出場神谷、ここもカウンターで決めました。そうですね。見事なカウンターですね。土井もね、寄せることできずにちょっとずるずる引いたところですね。まあシュートコース見つけてですね、うまく逆サイドに蹴り込みましたね。速いボールじゃないですけど、コースを狙ったシュートですね。巻きながらね。まああそこからコースにコーナーキック、遠藤から。跳ね返して山下。そして。ここで長い笛が吹かれました。終わってみれば1対4。